近鉄奈良駅。近鉄奈良駅は奈良県奈良市、東向き中町にある近畿日本鉄道、近鉄奈良線の駅、道線の終点、駅長配置駅である。駅番号は A28。1914年、大正3年4月30日に開業。奈良市街地への乗り入れにかかる協議が難航していたため、当初は奈良市公店、高間町に、 仮駅として設けられていたが、同年7月8日に、当初の計画通り、奈良市東向き中町まで延伸し駅が移転した。開業以来地上駅で、駅へは、平洋軌道で乗り入れていたが、平洋軌道により奈良線の高速化は妨げられ、さらにモータリゼーションが進展すると当駅付近で、自動車の渋滞が頻発していたことから、大阪万博の開催を控えた1968年、 昭和43年より、奈良市内の都市計画事業の一環として地下化が実施された。駅は地下へ移設され1969年、昭和44年12月9日に開業し、旧駅の跡地には、翌年3月11日に、駅ビルとして、奈良近鉄ビル、坂倉順造設計が開業した。串型ホーム4面4線の奈良県内では、唯一の地下駅である。 改札口は、東西双方に設けられている。コンコースは広く、修学旅行生の集合場所に使われることもある。近年はそのスペースを利用して、近鉄の奈良駅営業所、旅客案内窓口、奈良市の酒造会社、奈良と与沢酒造が運営する立ち飲み所、倉本豊宿、イタリアンカフェのカフェチャオプレッソ、運営は、近鉄リテイリング、 ドラッグストアの国民などの店舗が設けられている。1914年の大阪電気軌道開業以来、翌年の日本万国博覧会開催を控えて、実施された1969年12月の地下線切り替えまでは、平洋軌道の終端に位置する地上駅であり、現在のバスターミナルに相当する区画を中心に、串げた式配置のプラットホームや駅舎などが設置されていた。 駅ビルである奈良近鉄ビルは2009年に全面改装され、特に1階周辺やビル全体の外観が大きく変わった。1階には奈良市観光協会が運営する近鉄奈良駅総合観光案内所がある。会場には近鉄観光グループの中国料理店、百楽、イタリアンレストランチェーン、サイゼリア、日本赤十字社の献血ルームなどが入居している。 駅ビルには当初、大口テナントとして6階から8階に、奈良ホテル別館が入居していたが、再産性の問題から1991年6月に撤退した。また3.24階に、歴史、観光の展示館、奈良、奈良館、旧、奈良歴史教室があったが、奈良市の事業仕分けで不要と判定され、2011年3月で閉館した。 2016年10月20日、同年11月の春が大社式年造体に向けて、リニューアル工事を進めていた地下1階コンコースの供用を開始した。古都奈良の自然と歴史をデザインコンセプトに定め、シルクロードの終着点として栄えた奈良の歴史と若草山や奈良公園などの自然をデザインモチーフとして取り入れた。コンコースのリニューアル工事に合わせて案内サインも、 更新された。また、地下1階コンコースのリニューアルオープンに伴い、5店舗のみだった駅中ショッピングモール、タイム、エスプレースならも、駅構内の14店舗すべてに拡大し、同年10月21日にリニューアルオープンした。備っ、行。近年の1日あたりの乗降、乗車人員は、下記の通り、JR 西日本の奈良駅に比べて、奈良市中心寄りに位置する。 同駅とは直線距離で約900メートルと歩距離で約1100メートル離れており、移動には徒歩15分程度要する。付近は娯楽施設、商業施設や各金融機関の奈良支店が集まり、それらに足を運ぶ地元住民が多い。平日の主な利用客は奈良交通バスを通じて市内東南部や京都府木津川市、 旧鴨町方面までの広範囲から集まる通勤、通学客であり、大阪県有数のベッドタウン駅である。また、奈良県、国の出先機関など観光庁への利用客もある。南側は、県と奈良の顔として、ショッピングなどの娯楽施設の密集地、南都銀行など県内企業の本支店も多い。駅を西に出ると安らぎの道、小西通り、 東に出ると、東向き通り。どちらも南下すると、東西に走る奈良市街の目抜き通り。三条通りに、至る駅が面しているのは、当時、大宮通り。東側は、古い社地を含む観光名所、奈良公園は東江坂を上がる。奈良県館庁街もこの方向である。三条通りを東に向かえば、猿沢池、三上通りからさらに南に向かうとなら、 町と呼ばれる古い町並みが続く。北側は古くからの市街市であり、奈良北町散策スポット、町角博物館として脚光を浴びつつある。奈良城市大学はこの域内に位置する。市内完結系統では、均一前払い制、郊外直通系統では、整理券方式後払い制が採用されている。そのため同じ行き先でも乗車方式が異なる場合がある。 2015年7月16日現在、駅前中筋町交差点脇にある奈良ラインハウスビルが高速バス待合所及び定期観光バス案内所となっており、高速バスは奈良ラインハウスビルの付近にある20番乗り場から発車する。12番乗り場20番乗り場、かつては近鉄バスや京阪バス、奈良交通が京都駅、近鉄バスが 大阪梅田まで運行していたこともあった。現在近鉄バスは奈良県からごく一部を除き撤退している。高速では山和号の福岡、埼玉方面の運行から撤退した。また神奈川も千葉系統と統合している。現在の四番出口はもともと単独の階段であったが周辺商店がビル化して西五門、ハットリビル等一体になっている。当時、 この出口のリニューアル及びビルの完成直前にキーテナントとして入居するようであった山市証券が倒産した。オープン後もしばらくは山市証券として廃業に向けての業務はなされていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。